DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ギャングスターシップ。アジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛優しさがうしかないなら力つけるそれしかないから。お疲れ様です。お疲れ様です。質問よろしくお願いします。はい、Kさんのまた章からですね。いや、それ章に入ってないです。まだ新しいやつ。いいんですか、私。はい、大丈夫です。男には金で偉くなるやつ、知恵で偉くなるやつ、力で偉くなるやつ、偉くなるにはこの3つが合わないと、はい、1つだけでは偉くなれないだろう、うん。たまに運のいいやつは少しだけ偉くなる。Kさんからしてみて、その偉いっていうのは、偉いっていうのはやっぱ何でもできる人、うん、だから自分はその政治家が偉いとかそういうのは思ってなくて、ね、日本でもそのフィクサーって言われる人っていうのはやっぱ全部が揃ってるからなれると思うんですね。例えばお金だけあっても人脈がなければただお金持ちなだけなわけじゃないですか。その全てが揃って何でもできる、そういう何でもできる人のところにやっぱみんな頼ってくるから、そこにまた人脈ができてくるわけじゃないですか。その人たちが偉い人っていう自分は考えでいますかね。でもやはりそのお金も持ってて知恵もあって力のある人っていうのは人に頼られて、その人に頼られるってことはやっぱ相談されてそれを解決してそうですね。だからその順番がどういう順番でなるかわからないですけど、そういう人たちってなぜか全部が揃ってるんですね。で最初お金がない人でも、例えば人脈だけある人がいて、それが自然に何ですかね、お金がついてきて、で他のもんがついてきて三拍子揃ってなる人もいるし、その順番がどういう順番かわからないですけど、そういう人たちって必ずそういう状態になってますよね。でそれを何ですかね、あまりにも背伸びして高いところのものを取ろうとすると、やっぱ田中角栄さんみたいになっちゃったりとかするんじゃないですかね。偉くなる人、皆さんそれぞれその偉いと思う人って違うと思うんですけど、そうですね、偉いイコールすごい人ですかね、自分にはないものを持ってるっていう感じですかね。そうですね、そこにはやっぱりあれですよね、その人の人柄、人柄もありますし、そうですね、あとその周りにいる人たちにどんだけ恵まれてるかですね。その周りの人たちがこれはできるけどこれはできないじゃしょうがないじゃないですか。で例えば人が頼まれた時に何でもできる人っているんですね、世の中に、いますよね。清時会長ってすごいですよね。そうですね、やっぱそういう人たちが結局、何でもできる人、どこにでもつながってるわけですよね。お金がなくてもすごいなと思う人もいますよね。そうですよね、そこからですね、捨てられるもの、己、金、権力、名誉、これらを捨てられる心構えがあれば何でもできるだろう、自分もだから、なんですかね、みんななんかその名誉っていうものを捨てられないからなんかしがみついて、なんかみっともないとこを見せちゃう、だけどそれを捨てられればどこでも生きていけるのには、やっぱその最後それを全部捨てられればどこでも生きていけるじゃないですか、まあ身一つでも生きられるってことですよね。 でその中で最近は実際だったりとかいろいろあったんですけれども、その頭の中で悶々と格闘して悩んでも現在進行中の問題は解決しないだろう、考えていることを差し引いて実行に移さない限りいつまでも悶々と悩むことになるだろう、実行して初めて結果が出るところだろう、その結果に満足しなくても頭の中の悩みは解決するだろう、それはこれ例えばですよ、誰かが自分の悪口を言ってます、それを、じゃあやっぱ言われてるとイライラしますよね、でイライラしてるだけだと、一人で考えてるとどんどんイライラして寝られないっていう風になってくるわけじゃないですか。そんだったらじゃあ今はほらもうそういうことができないですけど、そんだったらそいつのところ直接行って物言ってっていうのですっきりできるけど、
ね、それができないんだったらじゃあ、うん、A パターン B パターンとかを作ってってそれで対処しないと、うん、やっぱそれをなんつかねストレスにしちゃうと、うん、やっぱ本当にする人とかも増えてきちゃうから、うん、そういうのを何ですかねやっぱり生きていく中で、うん、いいこと悪いことあって悪いことの方が多いと思うんですね。でそれをどうやって自分の頭の中で処理していくかっていうことがすごく大切だと思うんですよ。それもその処理ができない人がやっぱり自殺したりとかうつ病になったりとかしちゃうと思うんですね。でそれをやっぱなんて生きていく中でやっぱ10個あって7割は悪いことの方が多いと思うんですけど、その7割をどう自分で対処して処理できるか、でそれができないんだったらそういうのを相談できる人を一人作っておくと自分はいいんじゃないかなと思いますかね。結局自分の頭の中でずっと考えても行動に移せないんで結果が出ないじゃないですか。でもずっと悶々と考えちゃって、結局はそれがまあうつ病になってしまったりとか悪い方向に行ってしまう。そうです、そういうことです。でそれを自分で行動に移せない人は本当に信用のできる人、まあ、その自分の身になって一緒になって考えてくれる人に相談して、誰かがまあ行動してくれたりとか、その人が自分の代わりに代弁してくれたりとかするとありがたいんですけど、なかなかそういう人っていない。いない。必ず何ですかね、親だったら必ず親身になって相談になってくれるわけじゃないですか。それはやっぱ親に相談できる勇気を持ってもらいたい。そうですね、だからうちの場合はうちの子供が結局、うん、うちの女房はすぐ怒るんで、言いたくても言えないでいる時があるんですけど、まあ、それも怒られても何かあったら言った方がいいっていうのはよく言ってますね。自分で言えるのはね、言えたりとか実行に移せるのが一番なんですけど、ね、そうですね、なかなかそれができない人が大多数だと思いますので ね、でも親はやっぱ自分の子供なんで、そうですね、はい、相談すればやっぱ親身に対応してくれるんで、周りにいなければ親だったり兄弟だったり、そうですよね、自分のために動いてくれる人ってやっぱそうそういないですから、そうですね、そこで変な人に相談するとそれは逆転になっちゃう可能性もあるんで、その辺は気をつけた方がいいと思います。はい、普段からの付き合いとか、そうですね、で自分の本当になんか近い友達が実は親身になってるふりをしてるけど、いつか潰してやろうと思ってる人もそんな人いるんですか。いっぱいいますよ。本当ですか。嫌ですね。そういう人に相談しちゃうと悪い方向に行っちゃうんで、それも気をつけた方がいいと思いますね。でもそれ考えてたら人に相談できないですよね、本当。でもそういうのもやっぱ見極める目っていうのが大切だと思いますね、あとこちら最後なんですけれども、男の言い訳ほどみっともないものはない、入ったつぼをすぐに飲み込む、そんなやつなんて心構えが風になびく柳のようなんだろう、男なら言い訳をせず責任というものを考え清くすればいい、それが男だろう、それはその文章の通りで、言ったんだったらもうそれを言い通す、そこでやっぱ吐いた唾を飲み込んじゃうのは良くないと思いますね、でそれが間違ってるって分かった時点で素直に謝るっていうことですね、謝罪するっていうのが一番大事ですよ ね、そうですね、今までもお話しされてましたけど、やっぱりちゃんと謝罪するっていうことですよね、間違ってれば、それをちょっとこう画面に向かって言っていただけると K さんの気持ちが相手に伝わるかなと思いますやっぱ自分で言ったことは責任を持って言う、もしそれが間違ってたら、間違ってましたっていうことをはっきり言えば、それでもう、そのことはもうそれで終わりなんで、引きずることがないと思いますから、それに対してああだからこうだからお前がああしたからとかじゃなく、それは間違ってみたら、それに対してはしっかりと謝罪してくださいっていうことですよ ね、そうですね、言い訳をせずに、でそれをした人に対して周りがこうね、物事を言うこともないくなるわけじゃないですか、それをやっぱ中途半端に終わらしちゃうとやっぱ良くないですね、ました。今後ともしっかりと行動して、間違ったことがあればちゃんと謝りたいと思います、自分も今度年数を言わないことにします、そうですね、本日はありがとうございました。お疲れ様です。
散らせて散るだけだ。